プロスベースということです。今回は検証動画です。終了間際にやった方が実は S がいっぱい出ちゃうんじゃないか説っていうのをね、検証してみたいと思います。今回はあえて終了間際にやって実は S いっぱい出るんちゃうかっていう最後のご褒美的なガチャ検証したいと思います。その前にまだ出してなかったんですけど、こちら音声だけでお楽しみいただきたいですけども、契約書開封動画ちょっと出してなかったやつ、皆さんご覧ください。9枚でいきたいと思います。まあね、 B ランクでいいのよ。 B ランクでやっとけば今ね、極めにするためにいろいろやってるからね。 B の選手がいるからね。どんどん、うわお、おい、無欲の勝利、無欲の勝利、ゴールド契約書でまさかの岡本。おさあ、じゃ勝負で、お、多分どっちなんだよ。おい、まあ、ゴールド契約書だからね、ここで残りのさっきの流れを組んで、まあでも B でいい、 B でいい選手育成するからね。さあ、もう A は来るんだ。おお、当たった、また S、 5枚なのに山岡、いいね、これいきなり運来てるよ。さあ誰、もう誰でもいいけどね、誰取ってももう極めにできないからね。カモン、うん、仏よも、井口さん、ガッツさん、高須さん、浅尾ね、この4人の選手で当たれば OK。 さあ最近契約書を見た爆上がり中のスタッフ、さあ誰、よし、浅尾どうですか皆さん。結構契約書運気良かったでしょ。ゴールド契約書で2回も S いて、で欲しい浅尾当てて、いや今回ねワールドスターね、ダルビッシュ、筒子、こちらをね狙っていきたいっていうね。最近ねまたこのプロスペースが難しく感じる、それ何かっていうと、コインと指南書試練行って、あれが何気にね極意書系集めんのめっちゃぶった大変だよね。で極みにするのも大変だし、コインもないし、俺もうやっとオリンピックの人とか育成してるのにコインがないから、極みにできても特殊能力マックスにつけれないんだよね。だからすごいよね、ビッグさんとかクレイさんとかめっちゃお金も使ってるけど、めっちゃやらないといけないもんね、時間かけて。なんか最近プロスペースの大変さに初めて気づいてます。やっとかっていうねところもありますけどもね、皆さんもご苦労のことだと思います。さあということでいきましょう。ワールドスタープレミアムね、3回目 S ランク選手1人確定で、その中でワールドスターが確率が 30% だ。ここは当たるかどうか分かんないんだよね。で6回目が確定なんだよね。だから1人は絶対、6回前したら1人はもらえるんだよね、はい、ダルビッシュが欲しいね。セレクションで俺ダルビッシュ当ててるからね、一発でね。あれは置いとっけ、だから2体持ちだね。あ、2つ持ちする、うん、あれ強いもん、リア体とかに、はい、だからで都合でもいいけどね。でも終わり間際やると2個取れるっていうね、ジンクスが俺の中で今日作ろうと思います。じゃあまず1回目、1回目から来るよ。ほら鳴ってんもん、サイレン、うーっていい、こうあれで甲子園の今から始まりますみたいなやつ、星出てる、流れ星じゃないけど、調子のレッツゴーじゃない、普通か、普通なの、もうあれゴールド契約書で運使っちゃったパターン、普通パターン、あれもゴールド契約書で運使ったパターンか。 VIP さんとかクレイさんとかなんか一発目から来てたで。あ、ダルビッシュ A、 お、いいですね、いいね、流れ来てる、流れ来てる。じゃあ2回目、ドラフトスカウトではないです。ドラフトスカウトじゃない、ね、もちろんもうそれしちゃうと、うん、危ない、またドラフトスカウトいっちゃうとまたもう10万いっちゃうから。そうです、ね、ドラフトスカウトじゃない、あれ流れ全然ないな、カモン、あれ
怖くなってきた、流れがなさすぎて。あれもう当たり全部できった感じ。あれ松葉、あれ怪しいな、ちょっと怪しいな。3回目、でもこれ 30% だからね。でも3割バッターって結構ヒット打つからだ、ね、なあ。だから何気に野球界で 30% って高いよ確率。3回目、流れ星、2枚引き、チャンスある、ありますか、あるね。調子くん絶好調、普通普通、レインボーレインボー、普通。流れ星出ただけであと全部普通なんやけど、そんなことある。逆に笑えへんって。え、これあれちゃう、逆プレミアちゃう。逆に流れ星出て全部出えへんかったら逆に2枚引きあるんちゃう。あるかもしれない。なあ、親切やな、まさかの。おお、ズタキ、びっくりした今。ないわ。ないですね。そりゃそうですね。そりゃそうやな。最後。30杯やな、はい。だからあれやな。荻野がヒット打つかどうかやな。ダルビッシュ山崎幸也。続行 !4。嘘。調子くんレッツゴーから乗しろ。あー、金。あー、もう。レインボー、ゴーキャー、おー、上上上上上し、流れ来てる流れ来てる流れ来てる、よーし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 、流れ来てる流れ来てる、おーブルーおーブルーブルーブルー、光って光って、おー光って、当たれ当たれ当たれ、飛んでにっこりだったら2枚引きあるんちゃうんか、飛べほら、笑って笑って、よし笑って、はい、30%、まだまだなの、え、まだなの、1枚なの、やっぱりダルビッシュは俺の元に来る運命になってんだよ。でも、もう一回あるんじゃん、2枚引き、レンチャンで。あ、普通だった、ダルビッシュ、おーい、いい、新しく作らなきゃいけないからね、うん、いいね、いいね、いいね、流れ来てるよ。これじゃもう6回目まで、もちろん、筒子だ、ダブル取り、うん、さあ、5回目レインボー、来い来い、おい、笑って笑ってねえ、笑って、これはもう何もないのかな。ネオ、おソベ、おお、まあまあいいね、いいね。さあ、最後や、筒子、今筒子調子いいからね、そうです、来るよ、うん、最後一人絶対当たる、6回目絶対当たるのに何もないで、全部ノーマルパターンや、これレインボーかからの、さあ筒子さん、いらっしゃい、塩見、クローン、またよし、村上、これはもう1枚か。さあ最後やな、最後、さあ皆さん、これでさよならです。筒子を引けば、まあ大爆発ではなかったけども、終わり間際でも幸運皆さんありますんで、やってない方はぜひ、さあ行きましょう。